ジミー・サンティアゴ・パレー・ディス・テレーロは、ドミニカ共和国産、クリストバル州、バホス・デ・ハイナ出身のプロ野球選手。宇藤良ダ、2021年現在は、独立リーグアトランティックリーグのウェスト・バージニア・パワー、所属。2006年にニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。2007年に、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ヤンキースで、プロデビュー。 2009年からレギュラー二類種として起用されることが増えた。2010年7月末のトレード期限直前にランス・バークマンとのトレードでマーク・マランソンと共にヒューストン・アストロズへ移籍。この年は2球団で合計50盗塁をマークした。2011年8月1日のシンシナティレッツ戦でメジャーデビュー。メジャー初打席でタイムリー三塁打を放ったが、これは アストロズ球団史上初の出来事だった。三類のレギュラーであるクリス・ジョンソンの不審もあって、終盤は先発出場も増え、最終的に46試合に出場して打率。286.2本類が18打点の成績を残した。2012年は打撃不審により途中でマイナー落ちして24試合の出場に止まった。2013年は、 自己最多の48試合に出場したが、マイナーで過ごすことが多かった。2013年11月5日に、ウェーバー工事を経て、マイアミ・マーリンズへ移籍した。2014年は開幕までの間、目まぐるしく移籍を繰り返し、2月7日に、マーリンズを、リーフとなった後15日にボルチモア・オリウォールズ、17日に、カンザスシティロイヤルズへそれぞれウェーバー工事を経て、移籍した。 開幕をトリプル A 級オマハストームチェイサーズで迎え、ロイヤルズでは2度の昇格で9試合に出場して打率。200、本類打、打点なし、2盗塁の成績だった。7月16日にジェイソン・フレイザーをトレードで獲得したことに伴い、リーフとなった。2014年7月24日にウェーバー工事を経て、再びオリオールズに移籍し、8月28日に、 メジャー昇格。9月12日のヤンキース戦のダブルヘッダー第一戦では、自身初のサヨナラアンダを放った。2015年は、指名打者のレギュラー格で起用され、104試合に出場して打率。275.10本塁が42打点という打撃成績を残した。また、19支球に対して出場試合数を超える111三振を記録している。 2016年5月16日に、ウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。5月30日に、リーフとなった。フィラデルフィアフィリーズ時代2016年6月1日に、金銭トレードで、フィラデルフィアフィリーズへ移籍した。この年は2球団合計で83試合に、出場して打率22。222.5本類が、19打点の成績を、残した。 10月7日に40人枠外となり、10日に FA となった。2017年1月5日に、千葉ロッテマリーンズへの入団が発表された。背番号は42。オープン戦では、304と安定した打率を残し、開幕戦の対ソフトバンク戦では4番、指名打者で来日初出場を果たしたが、4月21日に登録を抹消。 5月14日に再登録された後は、5月18日に来日初本塁打を放ち、6月14日の第3打席から6月15日、第2打席にかけて3打席連続で本塁打を記録した。オールスター終了後最初の試合である7月17日のオリックスバファローズ戦の第1打席から7月30日の埼玉西部ライオンズ戦の 第3打席まで30打数のオヒットと極度の不振に陥り、7月31日に登録を抹消された。8月30日に1軍に登録されると、復帰2打席目に本塁打、伊藤監督最後となった本拠地、ゾゾマリンの最終戦で逆転の3点本塁打を放った。11月28日に球団から対談が発表され、12月2日に自由契約となった。 2017年12月1日に久保リーグのトサンベアーズと契約を結んだ。登録名はパレディスであった。背番号は44。2018年シーズンはトサンでは1軍通算20試合に出場1本塁打、4打点の成績だったため2018年6月1日にウェーバー工事された。7月23日にアトランティックリーグのランカスター。 バーンストーマーズと契約した。2019年3月19日にサマセットペートリオッツと契約。2020年もペートリオッツと契約するが、新型コロナウイルス感染症の影響でシーズン中止となる。2021年3月5日にウェストバージニアパワーと契約。スイッチヒッターであるが、メジャーでは主に右投手に対して起用されることが多かった。 本人は左打席の方がパワーがあるとコメントしている。前日の通り、プロ入り当初は二類種、三類種であったが、2012年頃より外野種としての出場が多くなっている。千葉ロッテ入団後は開幕当初は DH としての出場が多かった。その後、シーズン途中加入したウィリー・モーペーニャが DH として起用されることになったのもあり、メジャー、マイナー時代に、 経験のない一類種として起用された。ありがとうございます。